よいしょよいしょよいしょでよいしょよいしょ、この盛り上げなきゃいけないか、何これ。はいはい、じゃあエリカルから。私から、はい、はい、私が FC 東京ビバパラダイスという番組でリポーターをさせていただいてます、立花エリカです。よろしくお願いします。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 今何年目ですか。9シーズン目。ポポさんの頃から。ポポから知ってるってね、はい、ポポマッシュもね、超さん、まあいっぱいいましたけどね。ポニョポニョポニョ。あ、ちょっと、それだけ歴史があるというね。はい、長らくお世話になってます。僕今でも覚えてますよ、一番最初にあの取材っていうかしてもらった時の。そうなんですよ、まあ、すごい緊張してて、うん、多分ヒレトとも話多分したと思うんですけど、はい、ね、いろいろこう指導してもらったっていう。偉そうにあいつ。いや、ヒレト、いや、ね、本当に。それからもうそんなですか。そうなんですよ。だからもうずっと FC 東京でご一緒してる方って結構少なくなってきたなって。森重が多分10年ぐらいだよね。うん、2000だから、あいつが2010年に来たのか、で降格したからね。うん、ちょっとリアクションしづらいんですけど。しづらい。はい、あ、まあまあ、でもそれぐらい歴史を知ってるっていうことですよね。はい、そしてまたフレッシュな子が。そうですね。はい、さすがその振り。いつ入ったらいいのか分からなくなっちゃって。フレッシュ詰めたんですね。FC 東京カラーズのナビゲーターの安田愛音です。今シーズンからなので全然まだまだサッカーの知識もない状態なんですけど、はい、よろしくお願いします。フレッシュ愛音知ってくれてる。びっくりした、私のコーナーを知ってくださってる。愛音っていうコーナー、はい、もちろんですよ。ありがとうございます。こういう、あ、ごめんね。さすが、2人でなんかこう、用意し合ってんだ。用意し合って、やめてくださいよ。いやいやいや、でもなんかこういう絡みってあんま見ないから、多分そうね、みんな多分見ないですよね、あんまりね、うんうん、結構レアだと思います。こんな悪いわけじゃないよね。全然全然実は机の下で足踏まれてるとかない。もうやめてください、そういうの。いやでもすごいね、アリちゃん、すごい。さっきこう席があって、うん、で僕まだ立ってたんです、はい、でどうぞどうぞって言っても、いやもう先に座ってくださいっていう感じで、大人だなと思って。いやいやいや、しっかり座れない、一生座れないです。一生そんなことない。でもなんかこんな感じ緊張するね、すごい面接官みたいな。ねえ、何これ。空気がなんかあれですよね、うん、そんなつもりは全然僕はないんですけどね。なんかそんな感じになっちゃってますよね。はい、ちょっとドキドキですよ。いや、ドキドキですよ。なんかこれどう進めていったのかって、僕あの今日来てさっき聞きましたからね、うん、どんなことするかって。雑すぎでしょ。本当に座る状態まで何するか分かってない。そう、うん、ただこのカードが並べられてるっていうだけで怪しい、何なんだっていう。お願いします。ほんとになくなったね。めくるんですか。そう、めくるんだって。俺もね、これまだ見てないんだけど、ここになんか質問っていうか、こういうテーマについて話してくれって言われたんだけどね。はい、どうしよっか、ゆりかるからいく、引いてみる。いきなり私、お願いします。うん、なんかそのテーマでちょっと何が本当書いてあるか、だからね、シート業のことかもしれないし、うん、まあもちろんそれはね、シート業のことかもだとは思うけど、はい、全く違うプライベートとかさ、全然わかんない。確かに。じゃあ、じゃあ目の前にあるんで、はい、はい、中心言いました。聞かせてもらいます。はい、字が汚いな。まあまあ細かく書いてあるね、しかもなんか、はい、テーマは、はい、今だから話せる、あいにちゃんは取材時の難しさ、うん、ゆりかるは失敗談、うん、あ、みんな言うのか。はい、それぞれちょっと答えてください的な。おお。まあ、読みづらいね、これね。すっごい字汚いですね。いないから読めない。言っちゃった、言っちゃった。いいよ、言わないでしょ。なるほど。はい、難しさ。でも、まだそんなに数もないでしょ、取材で。そうですね、片手に収まるぐらい。片手ぐらいしかしてない。両手出してるから。こんなラジオでもめちゃくちゃあるじゃん。このくらいですね。ありそうだけど。まあそうだよ、まあ、実際に試合もそんな見れてないもんね。まだ1回しかリーグ戦を見てないです、ね。そうだよね。うん、難しさ、うん、なんだろう、あ、うん、最初にびっくりしたのは、うん、選手との距離が近いなと思いました、あのインタビューするときに。あ、確かに。結構キュッて詰めてインタビューするが、すごい背高いし、こんな感じな、なんか、うんうんうん、びっくりしたのと、あとはインタビュー内容を覚えるのがすごく難しかったです。あ、なるほど。覚えるの苦手で、結構自分の言葉で喋る癖があって、うん、だから大事なところを覚えるのが結構今でも難しいです、まだまだ。それ結構フレーズも決めて聞こうって思ってるの。
そう、フレーズ、まあ、結構文で覚え、うん、でも文で覚えるとダメなので最近はなんか大事なポイントだけを覚えるようにしてるんですけど、うんうん、なんかありますか、コツみたいな。コツ、いや私も何もいいね、いいね、なんかこんな感じ教えていただきたいです。言えた立場じゃないんですけど、でもなんか純粋に、まあ、別に本編にはカットされてもいいから自分が気になったこと聞こうっていうふうには思ってますね、うんうん、なんかもう選手だったり、まあ、そんな本編に実は使えなくてもちょっとプライベートとかカメラ回る直前に最近どうなんですかとか、なんか美味しいご飯出してますか的な、結構ちょっとあっためトークみたいなの入れた方がなんかリラックスして話してくれるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういうのでも大事だと思うね。大事、もうね、関係なさそうなこと、そうだね、うん、そういう風に言ってくれるとすごいなんかこうその流れの中で話ができるし、うん、まあもちろんサッカーのことに関してこうズバッとこうやることも大事だけど、うん、その雰囲気をこう作ってくれるっていうのは選手もやっぱ感じるから、うん、それはすごいあの的確なアドバイスかもしれない。あ、よかった、うん、なるほど。え、なんか試合の結果によってテンションとかって変わってくるじゃないですか。いや、そりゃ選手ありますよね、うんうん、なんか気をつけるべきことってありますか。あ、でも、まあ、こっちはあんまりそれに付き合わない方がいいんじゃないかなと思うの。やっぱりなんかテレビだしそんなにテンション下げ下げでこっちも引きずられたらあんま良くないなって思うけど、でも割と選手の皆さんももう大人だからそんなね、あんまりにも気持ちを表出すってこともなかなかないですよね、うん、そうね、シャワーって挨拶しに行ってロッカー帰って大体シャワー浴びたりするでしょ、うんうん、でその後に食事を、ね、ロッカールームの前あの準備されてるからするんだけど、うん、やっぱそこで食べながらいろんな話してとか、うん、ちょっとそういうこうストレス溜まることもそうだし、うん、まあ、良かったことも全てひっくるめてそこでいろいろこう話をしたりして、でちょっとこう冷静になって、まあ、メディアの対応っていうのがあるから、うん、まあ、もちろんあの早く帰りたいとかもう切り替えたいって人はシャワーブワー浴びてブワーってもうメディアの方行ってエスエスエスみたいな、本当そういいでしょ、もう全面的に早く帰りたいっていう、そうなんだっていうの、そういう選手もいるし、まあ、そういう時もあるし、うん、だけど僕がすごい大事にしてたのはやっぱりそこで言葉で自分で話すことによってすごい整理されるの、うんうんうん、自分の言葉をやっぱ自分が聞くから、あ、でその中で、あ、次こういうことしたいなとか今日こうだったなっていうのをなんかこう持ち帰れたりとか伝えられる機会がそこにあるから、うん、僕はすごいそこを大事にしてたというか、うんうんうん、どんな時でも、でも確かに奈緒さんすごい真摯な感じ、ちゃんと足を止めてこの聞いてる記者さんのなんか向きも合わせて話聞いてくださってるイメージありますね。あ、まあね、自分の伝えたいことだったりそういう機会を作っていただけてるんで、うん、それはそこでしっかり話をして、うん、もちろんね、悔しい時もあるけど、うん、でもそれを言葉で伝えることができるっていうのはありがたい話だし、うん、それを2人がね、こう引き出してくれればもう十分ですよ。うわー、頑張ろうぜ。頑張ります、ね、で私いただいたこの今だから話せる失敗なんて、うん、何をもって失敗だっけ、ね、失敗だ、失敗なんか。でも本当に最初の頃そういうサッカー文化とかも全然知らなくて、この間にちょっと緑のシャツ着てきたことがあってなるほど、ね、あ、やっちゃったと思って、もう限界まで袖めぐり上げてユニフォームを着たっていうのはあります。知ってるこれ緑、はい、あんまり良くないんだよって一番良くないと聞いております。そうだよね、はい、ちゃんと脈々と継がれてるんで結構言われております、いろんなことは、うん、そうだよね、いろいろあるんだよね、暗黙のルール的に。すごいいろいろありますよ。だからなんかし普通に関係ない私服着るときも緑見るとあ、どうしようってなっちゃうんですよ。わかる、もう泡が魂もうね、うん、入ってきてる、染みついてるね、染みついてる。家に本当に緑のグッズないですもん。あ、そう、うん、小物も。え、なんかありますか家の中で。いやでもそう言われてみたらないかもしれない。本当になさそうですよね、うん、この間子供にあのスライムドロドロってかけられたけど、あの俺のフィギュアにね、見ました。ゲゲゲの鬼太郎のなんかあので遊んでて、ゲゲの鬼太郎大好きなのね、うん、でスライムぶわーかけられてもうスライムまみれになってたんだけど、このフィギュアがこんなちっちゃいやつ、うん、すげえ緑に飲まれてるなっていうだってその時にやったんだけど、でも他もないかな。でも小さい時って子供の時のチームが緑色のチームだったんで、あ、そうなんだ、あのユニフォームが、はいはい、だから別に緑に対して その抵抗っていうのはそんなないって言ったらあれだけど、うんうん、だ車もあの緑色っぽい車も乗ってるしあれあるじゃないですか、あれなおさん、ね、あるね、一番でかいのがねあるじゃないですか、あるね、ありましたね、色変え、ラッピングしようか、ラッピングしよう、十何年乗ってるけどだいぶ現役の時からバリバリそうそうそう、あ、そういえばそうだ、これ緑だって思って最
サポーターの人もそうやって見てるのかなとか。いやいやいや、まあ一応文化としてね。そうだね。あるそんなに。まあまあまあ。うん、でもね、そういうのって、なんていうの、意識最初するところからスタートするけど、うん、でもいつの間にかね、あの青赤のこうグッズで家がこうね、うん、そうとか青赤のこうものをつけてる人に目が行くとかさ。わかります。最近その段階に入ってきました。入ってきた。あ、来た来た。街中に歩いてる人を見て、うん、赤とかをつけてるとちょっと反応しちゃうのって。うんうん、おそう、その中でね、あれっていうカバン見るとね、ドロンパの尻尾がついてたりね。あー、いますね、います。ちょっとこう、どっから見て青赤感出てて、うん、で、ちょっとこう近くなった時に、ひょろって出てきたりする。おぉみたいな、ね、電車とか乗っててさ、うん、声かけようかなとか。うわ、嬉しいだろうな、それあったら。いやでもね、実際サポーターの人もそういうのなんか日常使いしてくれてるの嬉しいですよね。そう、日常にね、やっぱあるっていうのは本当にあのありがたいし、うんうん、街中歩いててもね、フラッグがあればすごいね、嬉しいし、うん、テレビとかでそれが映ったりとかするとなんかそのことをこうつぶやいてたりとかする人がいたりとかね、ありますよね、ドラマに出てましたよみたいな、うん、そう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 、そうそう、まあちょっと見切れてた風で映ってたのをちゃんと発見してなんか拡散してくれる方とかいるんで、やっぱ見てらっしゃるんですね。見てる、さすが。ハッシュタグ FC 東京で、うん、おおじゃあ割と辛辣なやつとかも見てたりする。そう、うん、見てる。最近はだからあの J リーグな西洋画知る？あのちょっと面白ハッシュタグみたいな。そう、で J リーグな西洋画ってツイッターでハッシュタグつけて、うん、大喜利みたいなやつですね。そう、うん、で最近見たのがあのフラッグをこうサポーター掲げてるみたいな、うんうん、そのねこうフラッグっていうか何かな、あれどういう絵かな、なんかこう出してもらったら多分いいんだけど、うん、真ん中にね俺に似たねロン毛の人がねこう顔でスパって出てんの。何それ。何それ。後で見せる写真。いや後で見せてください。なんかそういうのをこうねハッシュタグでね、ちょっと見つけてみたりとか、うんうん、え見ないでも、え見ます見ます、ね、どう思ってるんだろうこのことについてとか、うん、なんか調べたくなるときありますね、うん、もうなんかツイッター FC 東京アカウントみたいになってます。なんかつぶやくことが全部サッカーになっちゃって、うんうんうん、調べることも全部サッカーみたいな、うんうん、最高じゃん。よし最高。そう、他につぶやくことがないんですよ。そんなことないでしょ。最近なんか、うん、でもそれぐらいどっぷりね来てるってことですね。今はそうですね、うん、結構。じゃあそろそろ次。そうだね、結構な何分ぐらい行ったかな今ね。15分か20分で帰ってくるって言ってたけど。まあもねもういいね話ができるっていう。うん楽しいです ね。じゃあ次アイネちゃん行きますか。じゃあ一番遠いの引きますね。はい。します。はい。じゃん、お二人から見た奈緒さんの印象。ああ。おお、俺のこと言ってくれるってこと？なるほど。おお。なんだろう、もっと変わらないんだな。変わらない、うん、ビジュアルも全然変わらない。いやいや、もう全然ですよ、もうあんま見ないで。あの急にシャイな奈緒さん出てきて。いやいやいや、そんな2人見られたらね。いやでも今日もあのお部屋入ってきた瞬間から髪決まってんなって思いましたね。決まってる。ウェーブ決まってんなって。いやいや、もうね勝手に跳ねちゃうんだよね、もう。あ、そっか、もともとそう、癖っ気で、うんうんうん、そう、え、毎朝コテで巻いてるわけで。巻いてない。あ、クセなんですか。そう、髪の毛事情で言ったらもうシャンプーしてドライヤーで乾かすでしょ、うんうん、でワックスでからバーってやったらこうなっちゃうの、もう跳ねちゃうの。そうなんですね。そう、別に跳ねさせてるわけじゃない。あ、そうなんですね。毎日決めてるわけじゃない。結構雑よ、バーって言って。でも割とその長さもキープな感じですか。最近はこれぐらいかもうちょい短いかで、昔の方が長かったよ、うん、結構もう肩ぐらいまでの勢いでしたよね。そうそうそう、だから今でその昔の写真見たら恥ずかしいもん、すごい。なんで、まあ、まだサッカーしてればいいけどね、あの今のこの生活でここまで髪の毛あったら何の仕事してんだよって。シッシッス。そうそうそう。そう、だからその外見は結構特徴的かもしれない、うん、昔から確かに髪の毛長くて誠実さが増した感じが、うん、そう、はい、します。何でだろう、それはどういうことなんだ。いやでも本当なんか落ち着かれたんだなっていうのが。そうなのかね、うん、でもなんかやっぱもう現役引退して3年ぐらい、3年目なのかな。え、もう？だからやっぱ選手ってやっぱピッチの上でね、もう一日一日一瞬一瞬こう勝負してるでしょ、うんうんうん、だから顔もね多分そういうこうちょっとなんて言ったらいいんだろうな、勝負師じゃないけど、うん、キリッとしたこう感じ、なんか研ぎ澄まされてる、そうそうそう、うんうん、ちょっとツンツンしてるような、うんそれが全く今ないから、うんうん、多分表情も柔らかくなったというか。思います、うんうんうん、話し方もそうだし、全然自分は分からないんだけど、うん、そういうふうにこういう人が多いっていうかね。確かに穏やかみが増したような気はします、ね、すごく最初から穏やかなイメージが。そう、もう入り口からそうか。はい、あ、そうだよね。あとはそのイメージしかないもんね。サーフィンをやってる
そうな、あ、さじそうなね、はい、と言われる。どうです、最近はいい波に乗ってますか？ちょこちょこは。あ、それは良かった。そう、選手の時以上に行けるかなと思ったけど、そんなこともなくて、うんうん、まあだけど、なんかこう、行ける時は行ったりはしますけどね。最近、いい波だったんですよ。おお、最高でしたね。最高でした。いいな、波乗りなおさん見たいな。いやいや、ポカーンってこうやって板の上でこう、もあのサーフィンしてるのも好きなんですけど、うん、そういうこう、ポツンっていう時間が好きで、一人で行くんで、うん、あ、そうなんですね。そう、長いですか、サーフィン歴？サーフィン歴はね、長いけど、うん、高校、でも本格的にやり始めたのは高校卒業してから。へえ。で、マリノスにいたんで、うん、で、本当にもうすごい時は車に板積んで、ウェットスーツ乗せて、うん、練習やるじゃん、うん、で、お昼ご飯食べて、うん、でケアして、夕方海に行くっていう。体力エグいですね。そう、もう有り余ってたから若さすごい。で、海行って、まあ帰ってきて、まあそんな遠くなかったから。そっか、向こうだと。そう、うんうん、まあ頻繁にってよりは、うん、なんかちょっとモヤモヤしてたりとかするときにそうっていうところ、うん、まあ自分のそういうなんかこう、またいつものなんかルーティンとは違うものをこう入れたりとかすると、うん、リフレッシュしたりとか、うんうん、多分2人もね、そういう時間って大事に過ごしてるというかあると思うけど、プライベートもね、そうそうそう、同じ感覚で。そう、そうだったんですね。そうやって両立させてたんですね。そう、うん、まあ、だからそんな頻度は多くないけど、うん、まあ、やってる期間は長いかな、うんうんうん、なるほど。じゃあもうこれからどんどん波乗ってどんどん穏やかな感じでこれ以上にそう、もう身を委ねちゃうみたいなね。ギラギラ感全くなくなっちゃう。いいのか悪いのか。でもそれどっちも見たいです、どっちも。ねえ、でも頻度はもう真逆になったとかさ、真逆っていうかそのね、ギラギラしてたのが、うん、でそういうのがあってギラギラしてたけど、今はなんかそういう部分で言ったら穏やかなことでギラギラすることってそんなないから。そうですよね。そう、うんうん、普段ねサッカーもしないし、うん、どこに行っちゃったんだろう俺のエネルギーはっていう。エネルギーはエネルギーはね、エネルギーはね、エネルギーはそうあるんだけど、うん、でもギラギラもしてますよね。してる。はい、お、え、結構、はい、なんかギラギラしてる。なんだろう、肌ツヤですかね。肌ツヤ。まあまあまあ、乾燥肌だからケアは知ってるけど。なんかツヤツヤしてるのは分かる。すごい分かります。そうなんだね、そういう風に見てるんだね。これリアルな女子の。いやいや、もうすごい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は、なおさん。さん、お、俺ですか。いただきましょう。お願いします。じゃあ僕、手前の。いきます。お、ゆりかる先輩から安田さんへ取材時のアドバイスを。お、アドバイス。え、なんだろう。さっきそれは欲しい。うん、やんまり言っちゃったけど。さっき少しいただいたんですけど。うんうん、なんだろうな、でも本当になんか自分がテンション下げる必要がないっていうか、うん、こう選手の人ってやっぱりちょっと今話したくないなみたいな、こっちが察しちゃう時もやっぱりあるんですよ。なるほど。ただなんかそういう選手だけども、なんかそういうところをなんか優しく明るめのトーンでなんか喋ったり、なんかそう聞いてあげた方が向こうも答えやすいんじゃないかなっていうのはありますね。ずっと私も心がけてるかな。結構メンタル必要ですね。うん、必要だと思う、ほんとに。なるほど。でもね、変わんないかも、ほんと、ビリカルは。いつでも。ですか、うんうん、だから、こう、あ、上がり下がりがないというか、うんうん、だから接しやすいよね。あ、そっちの方がやっぱり、うん、聞かれる側もやりやすいです。だと思う、うん、僕はね、うん、だけど、まあ、それが、例えばそういうようないつも明るいユリカルが、うん、本当にね、こう、悔しい時に悔しさをにじませてたりすると、それもやっぱり感じるじゃん。相性だって悔しいだってくれるからなって思うから、ね、なんかそれを出すとき出さないときっていうのは多分ね、意識したりもしてると思うけど、うん、意識してないところでボロって出ちゃうのも結構グッとくるかもしれない。おー、私すごく感情が表に出やすいタイプなんですけど、うんうん、それは出さない方がいいですか、あんまり。え、全然出していいと思う。うん、だけどテンションは低くしない、うんうんうん、で、難しいですね。難しい、難しいですね。本当に難しいのよこれ。でもやっぱり、まあ、言っても本当、はい、アスリートサッカー選手だし、まあ、芸能人とは違うから、うん、やっぱりなんか言葉がなかなか出てこなそうな選手もいたりするから、うん、そういう気持ちもやっぱ組んであげるのも大事かも。もしかしたらこういうことを言いたいのかもしれない、うん、ちょっとワードヒント的なのも入れてあげた方がなんか喋ってくれやすいのかなとは。それは勉強が必要ですね、もっと。
そうね、まあ勉強もそうだけど、うんうんうん、なんかそういうふうにこう本当に聞きたいことだったりとか、まあ聞くためにはね勉強しなくちゃいけないけど、うん、なんかこの人のこういうとこ知りたいなとか、もっとこういうことを伝えたいなっていう思いがあれば、うん、人伝わるし、うんうん、見てくださってる方々も多分ねにも伝わると思うんですけど、うん、ですかね。はい。私からは以上です。一旦以上でございます。またねこれからいっぱいあるから、もうぜひこれから毎回聞いちゃうかもしれない。いいねいいね。全然こちらこそよろしくお願いします。そういう関係が生まれたっていうのは良かった、いいきっかけになりました。はい。